10月17日、松山市三府島の松山市公設水産地方卸売市場で、毎年恒例の第30回魚供養祭りが開かれました。魚供養祭りは、海の恵みに感謝し、市場の発展を祈願しようと、毎年この時期に行われていて、この日は市場や流通関係者などおよそ70人が出席しました。はじめに神事が行われ、参加者が市場に設けられた祭壇に玉串を捧げた後、市場の運営協議会の島谷俊二会長が、日頃扱う魚介類に感謝をして、安心安全な水産物の流通を目指したいと挨拶しました。この後関係者は、近くの岸壁からタイとヒラメ9匹を松山港に放流し、今後の水産業界の発展を願っていました。水産市場としましては、はい、若い方を中心に、いわゆる魚離れが進んでおりますことと、あと市場を通さない、取引が増えていることから、市場における取扱い高が減少傾向にあります。当水産市場の、取り扱っておるお魚をぜひ、皆さんに食していただきたいと考えております。松山市によりますと、市場での魚介類の取扱量は水揚げの減少や消費者の魚離れのため年々減少傾向にあるということで、今後魚のさばき方教室や三つの朝市などのイベントを通じて魚に親しむ機会を増やしていきたいと話していました。